天、戦力外。楽天は29日、平達也内野手、辰巳幸之助内野手、育成の沢野清春内野手に2025シーズンの選手契約を行わない旨を伝えたと発表した。プロ2年目の平は今季1軍デビューして18試合に出場、打率1割4分3厘、3打点だった。辰巳は2022年育成ドラフト1位で入団。昨季途中に念願の支配下を勝ち取り、今季は1軍で2試合に出場するも打率0割0分0厘だった。平、辰巳には育成契約を打診する見込みとなっている。沢野は2019年育成ドラフト4位で誉れ校から入団。5年目の今季も支配下はつかめなかった。2軍では85試合で打率2割2厘、0本塁打、12打点という成績だった。平は、フェニックスリーグに行ってなかったので、まさかとは思ったが、やっぱり戦力外か、他球団で、頑張ってほしいな。平も育成か、年齢的にも育成って、年じゃないとは思うが、2軍でも打ててないし。前監督が期待して起用した選手がどちらも育成を。来年も最終的に支配下は、最低限の65人になりそう。宗山くん取れたからね、駒子は現役ドラフトかな。宗山取れたし、内野手は誰か切られると思ってた。平はオープン戦だけだったな。巨人が同じことしたら人的保障逃れて言われるのに楽天だと言われないよね。他球団が金銭を選択する楽天式プロテクトのおかげかな。育成で高卒ショート指名してたのでやはり来たかと沢野選手がいなきゃ2軍の試合が回らないことも多かっただろう。残念だけど妥当かなと思います。それにしても投手ドラフトをしていた影響もあったのでこれからはちゃんと1軍で戦えるような選手を獲得してほしいです。育成で乱獲して思っているように成長しなければ1、2年ですぐに首切り、これがアマチュアのレベル低下にもつながっていると元阪神岡田監督も指摘している。宗山と吉野を入団するから妥当ですね。